新広島ホテルは、かつて、広島県広島市中区に存在していたホテルである。1974年の平和公園周辺。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成家方に3つ並ぶ、建物の一番左が、四港街道県新広島ホテル。株式会社新大阪ホテル系列のホテルであり、 広島平和記念公園内の広島平和記念資料館の西隣の広島市公会堂に構築されていた。1953年1月、広島に立派な公会堂とホテルと物産陳列館を作ることが私の夢だと発言した山陽木材防府社長田中義和の言葉で地元財界が奮起し建設を決定。 1955年3月4日に開業した。ちなみに平和公園は1954年4月1日完成であり、公園整備と並行してホテル建設が行われていた。開業当初から広島における迎賓館として昨日、同公園内で行われる広島平和記念式典に出席する貴品が利用した。1959年公開のアランデネ監督の 映画、広島モナムールのロケにも使用されており、当時のホテルの様子を確認することができる。1958年12月9日には、中日アメリカ合衆国大使としては、初来広となる、中日大使、ダグラス・マッカーサー2世が、ここで、米軍核軍縮について演説している。百五十九年七月十五日に、チェゲバラが新広島ホテルに宿泊したという情報が、 ある。1972年2月1日に、広島市関西委員会が、都市公園法に違反していることを指摘。是正措置を求め、協議の結果同月13日に2年以内の閉館と、それまでの業務委託となった。そのことで、1973年5月31日に閉館した。スタッフは、1962年に開業した、広島グランドホテルに移動となった。 その後、新広島ホテルの流れは、1994年に開業したリーガロイヤルホテル広島が受け継いでいる。新広島ホテル及び広島市公会堂は1989年に改築され、現在は広島国際会議場として利用されている。工事途中の広島平和記念資料館。左の縦長に組まれた足場市に新広島ホテルが建てられている。 ありがとうございます。